ゆきや先生、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ブログ読者様からのご質問です。はい。私は今切るフェイスリフト手術を考えていますが、はい、先日よそのクリニックにカウンセリングに行ったら、フェイスリフトは何回もできる手術ではないと言われました。フェイスリフトは何回もできないのですか。先生の意見を聞かせてくださいとのことです。はい、わかりました。時々ね、そういうふうにおっしゃる方いるんだけれど、患者さんとかで、はい、まあ実際フェイスリフトを普通にやる限りは、まあ、理屈的には何回でもできますね。そうなんですね。うん、例えば僕なんかは、まあ、切開するフェイスリフトのことをおっしゃってると思うんだけれど、もう軽く切るのだったらミニフェイスリフトって言って、ここだけ切って軽く上げるのとか、まあ、もうちょっと切るんだったらミディアムフェイスリフトでここからここまで切ってもっと上げるとか、あとはもうローアーフルフェイスリフトでここからここまで切ってしっかりフェイスラインと顎下の垂れ目をやってあげるとか、まあそういう切開するリフト、まあ理屈的には何回でもできますね。なんでそういうふうに言うのかよく理由はわからないんだけれど、多分おそらく例えばこのこめかみの部分の切開を、僕はこう髪の毛の生え際に沿ってこう切るんだけれど、それをこっちの前に行かなくてこの髪の毛の中でこうやって切る場合、それだと生え際がぐーっと下がるわけですよね。ここの切開線の部分で余分な皮膚切除をしてこう上げるわけなので、まあこの髪の毛の中のこの頭髪内で皮膚を切除してこう上げると、この揉み上げ生え際の部分が後ろに下がるんですよね。それって1回やっただけだったらちょっと下がるだけなんでそんなに気にならないんだけど、それを2回3回って繰り返すと、どんどん揉み上げがこう後ろに下がって、まあ、2回3回やると揉み上げがなくなっちゃう人とか、あと生え際がこうグーッと後ろに後退してしまって、ここからここまでの肌色の部分が広がってかえって老けて見られるとか、生え際が後退してしまうんでね、まあ、そういうことを言ってるのかもわからないんだけれど、まあ、それはちゃんとしたデザインでやればそれは起きないわけですね。僕が普段やってるような、まあ、事前部のところはこの耳の前で切って、そこから前方のところはこう生え際のところに沿って切開すれば、傷跡だってほとんど目立たなくなるし、生え際が後ろに下がったりとか、もみ上げがなくなってしまうとか、そういうことはもうないわけなので、うん、そのデザインだったら何回でもできるわけですね。そうなんですね。うん、はい、うん、あとは理屈的にそういう可能性があるとしたら、まあ、例えばちっちゃいミニフェイスリフトでこっからここまでだけの切開で何回も何回も何年かおきにミニフェイスリフトだけやってると、上がったところと上がってないところの間に歪みが生じるっていう可能性はありますよね。それを言ってるのかもわからないですね。例えば結構顔がたるんでるのに、まあとりあえず1回ミニフェイスリフトでここからここまでの切開してほっぺのたるみを上げたと、でもまあここのたるみは上がらないわけですね。でも1回やったぐらいだったら問題ないけど、その人が5年後にまた5年分老化して、その分をまたミニフェイスリフトで上げたいっていうと、またほっぺだけこうやって上げると、まあ、ここだけ上がって、でここは上がってないから、上がったところと上がってないところの間に歪みが生じて、ここが毒イヤみたいに皮膚がたるんでしまうっていうことが起きるわけですよね。そうです、うん、だからそうなりそうだったら、いや今度はミニリフトじゃなくて、ローアーフルフェイスリフトでここからここまで切って、顎下と首のたるみも一緒に上げた方がいいよ、そうしないとここに皮膚がダブつくからとか、僕はそうやって提案したりするんですけどね。もう一回やったら、もう一回ミニフェイスリフトしたらちょっとおかしくなるなと、あるいはここもそうなんだけど、まあ、ここから上もミニフェイスリフト何回もやってると、ここだけ上がって、ここから上は上がらないから、上がったところと上がってないところに歪みが生じるから、今度はこのこめかみの方まで切開して、こめかみもしっかり上げた方が自然にきれいに上がるよって僕は提案したりとかするわけであって、その都度その都度でデザインを適切なデザインで手術すれば、変な歪みが生じたりとか不自然になることはないわけですね。何回も何回も同じこのちっちゃい切開でしっかり上げちゃうと、まあ、そのうち不自然になるということはあり得るんで、まあ、それを言ってるのかもわからないですね。あるいはそういう何回もフェイスリフトできないって言った先生、まあ、可能性としては本当はできるんだけどできないって思い込んでるのかもわからないですね。例えば僕フェイスリフトする場合って、切開して最初皮下で剥がして、ある程度行ったらスマスを余分なとこ切除して、スマスの下に入るわけですね。ディープレイヤー、
に入っていって、そこでリテイニングリガメントもある程度突っ張ってるのは外していって、で、まあ、3枚下ろしにしてスマスのフラップをしっかり上げて、スマス同士で縫合して、で余ったところの皮膚を切除するってやるんだけれど、そのディープレイヤーの操作が何回もできないと思ってる先生もいらっしゃいますよね。でも実際には1回ディープレイヤーで手術した人、何年かしてもう1回フェイスリフトする場合、もう1回僕ディープレイヤーで剥がすんだけど、結構スムーズに剥離ができるし、それによって顔面神経麻痺を起こしたとか1回もないですよね。これ実際にはディープレイヤーの剥離っていうのは2回3回できますね。僕やってますね。で仮にそれが怖くてディープレイヤーの剥離2回目したくないんだったら、別にもう皮下でしっかり剥がして、普通にラテラルスマセクトミーでスマスのプライケーションして、で余った皮膚切除するっていうだけでやるのもありなんだから、別にその医学的にフェイスリフトが何回もできないっていうことはないんですよね。ただ変なフェイスリフトを1回やってる人っているじゃないですか。あんまり上手じゃないお医者さんがしっかりと広い範囲で剥離してしっかりと中で筋膜をプライケーションするなりスマセクトミーするなりして、程よくテンションかからないように皮膚を切除するっていうスタンダードなやり方じゃなくて、もうがっつり皮膚だけ切除してピーンって皮膚だけで突っ張らせるっていう、すごい異様な、おかしなフェイスリフトをする先生っていうのもいて、まあ、そういう先生がやると一回やっただけでもここが引きつってしまって、耳たぶが下にギューッと引っ張られて、すごい長い耳たぶになって耳も前方に変異してしまっておかしくなるっていう人いて、まあ、そんな変なフェイスリフトを一回でもされちゃったら2回目がすごくやりにくくなるっていうのはありますよね。まあ、ある程度年取ってさらにたるんでから今度は正しいフェイスリフトでディープレイヤーでゆとりを持ってディープレイヤーの筋膜をスマス弁とかを上げて、で必要あれば切開線の部分でテンションがかかりすぎない程度に皮膚切除して保護するって、まあ、ある程度年取ればまたやれるわけですけれど、まあ、変なフェイスリフトを1回でもされちゃうと2回目がすごいやりにくくなるとか、しばらく2回目がやれないとか、そういうこともあるんで、それを言ってるのかもわからないですね。だからたまに切るフェイスリフトは何回もできないよとか、1回までだよとか2回までだよって回数を限定する先生っているんだけど、まあなんかいろんな理屈を言ってできないっていうのかもわかんないけど、まあ正しいことをやれば理屈的には何回でもできますよね。うん、実際僕の患者でもその最初にフェイスリフトして、また何年かしてまた年齢分下がってきたからもう一回やりたいって言ってやってって、これ3回4回やってる人実際いますんで、そう切るフェイスリフトでもまあやった分の効果はある程度永久に持続するけど、またそこからある程度老化はしていくわけですから、一回やってしっかり若返って、その若返った顔をね何十年も維持できるわけではなくて、その1年2年経てばまた少しずつ老化はしていくわけですからね、やった分の効果はある程度永久に残るけど、やっぱり皮膚も切除してスマスもプライケーションするから、だからフェイスリフトしてまた何年かしてもう一回やりたいっていう人はよくうちいらっしゃいますね。だから高津クリニックって40年以上やってるから、もうフェイスリフトを何回もやってる人なんか本当多いと、5回以上やってる人って結構いるんですよね。うん、実際いますから、正しいデザインで正しい術式でやれば何回でもできるわけで、体が元気だったら死ぬまでやれますよ。別に早い人だと35歳ぐらいでミニリフトやって、その後100、体が元気だったら100歳までやり続けるってことはできます。うん。ひょっとしたらフェイスリフト何回もできないよっていうお医者さんってフェイスリフトあんまり得意じゃなくて、他の治療を進めたいからそうネガティブなことを言ったのかもわかんないですね。特にその切る手術はできないけど、その糸のリフトで売ってる先生っているじゃないですか。糸リフトばっかりやって、
そういう先生なんかは切開するフェイスリフトが得意じゃないし、やったことがないから糸のリフトに進めたい、持ってきたいわけですよね。だから切るフェイスリフトの否定的なことを言って、切るフェイスリフトをやる気なくさせて糸のリフトに持っていこうとしてるのかもわかんないですね。糸のリフトでも正しいやり方でやれば理屈的には何回でもやれるから、うん、だからそういう先生かもわかんないですね。あの糸のフェイスリフトって短時間でできるし、そのダウンタイムも少ないから患者さんってとっつきやすいんですよね。で、うん、やる方も、まあ、どっちかっていうと言葉悪いんだけど、お金儲けしやすい手術なんですよね。短時間でできて、うん、ダウンタイムも取れないから別に仕事休まなくてもできるよって言って来たその日にポンポンってやることができるから、まあ、切るフェイスリフトだったら来た当日って、まあ、僕の場合なんかまず無理ですもんね、予約が詰まってるから、ね、だからじゃあまずある程度切開範囲が広い場合なんかは事前に血液検査もしておく必要があるし、じゃあいついつに時間を確保しておくのでこの日に予約してやりましょうって言って、結構糸リフトに比べるとやるまでの間が煩わしいわけですもんね。血液検査もして予約してって手術がまた先になってしまうわけだから、だからお金も目的で糸リフトに持っていくために切るフェイスリフトをネガティブなことを言ったのかもわからないですね。ちょっとよそのことだからね、はっきりわかんないけど、まあ正しいやり方でやる限りはフェイスリフトは理屈的には何回でもできますので、あ、ご心配はいりませんよと、そういうことです。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。